お疲れ様です。小道具です。今週は山口県の宇部市に出張に来ています。この動画が公開される時間はちょうど空の上ですね。いつも予約公開機能を使って動画を公開しています。夏季休暇があったのでほんの少し動画を先行して作成しておいたんですよ。出張中はバタバタしてなかなか編集できませんから、まとまった休みがあると助かります。今回は買うことはないだろうと思っていたペンを購入しました。ずっとスケルトンのボールペンが欲しかったんですよね。2022年の12月に動画で紹介したカベコスチューデントのスケルトンボールペンがなかなか良かったものですから、他にスケルトンのボールペンがないかとずっと探していたんです。すぐに2種類くらい見つかったんですけど、あんまりビビッと来なかったんでスルーしていたんですが、何度も何度も見ているうちに気になってきちゃいました。ということでお迎えしたのは、1930年にドイツのハイデルベルクで創業したラミーのボールペンです。こんな感じで届いたので箱を組み立てますね。いやー、接触頻度が高くなると親しみを感じるようになるザイオンス効果ってやつでしょうか。最初はこれは違うと思っていてもだんだんよく見えてくるんですよね。ボールペンをお迎えするのにこういうことはよくあります。そうやってお迎えした結果、お気に入りの一本になることもあります。さあ、それではペンを取り出しましょう。ということで今回紹介するのはこちら、王道のラミーサファリスケルトンボールペンです。長いこと見て見ぬふりをしてきたんですけど、ついに手を出してしまいましたね。こうなったからにはしっかりじっくり見ていこうと思います。やっぱりスケルトンはかっこいいですね。なんか男心をくすぐるというか、妙な魅力があります。軸の中の機構が透けて見えてるってのがメカっぽさがあってワクワクするんですよね。普段は見えないところが見えるというのがいいんでしょうか。子供じみているとは思うんですが、こればっかりは仕方がない、個人の好みですからね。ただかなり軽いです。そして細い。そしてついでにこちらもお迎えしました、ラミーサファリスケルトンローラーボールです。ボールペンと比べると軸が太いです。スケルトンって万年筆だとデモンストレーターモデルがあって、いろんなブランドから出ているんですけど、ボールペンってほとんどないですよね。なのでローラーボールのスケルトンはもっとあっても良さそうなんですけどね。これが意外とないんです。見た目は万年筆っぽく見えるんですが、ローラーボールのリフィルが見えています。日本ではスケルトンという名前なんですが、英語ではビスタという名前で販売されています。ビスタというのは見通しとか展望というような意味です。今回はついでにアルスターもお迎えしました。サファリは樹脂ボディで軽量級ですから、私には物足りないんじゃないかと思ってアルミボディのアルスターもお迎えしたわけです。せっかくなので比較したいと思いまして。ブラックのボディもかっこいいじゃないですか。ただ思っていたよりも軽いですね。全く重厚感はありません。そして同じデザインだと思っていたら、アルスターの方が若干太く作られてるんですね。サイズ感はアルスターの方が手に馴染みます。もう少し重いかと思っていました。事前にスペックを確認せずに購入するとこういった驚きがあります。ラミーサファリのスケルトンとアルスターのオールブラック、なかなかかっこいいデザインです。1980年のフランクフルトフェアで ABS プラスチックボディのラミーサファリの万年筆が発表されます。この時点でこの万年筆が世界で最も販売される万年筆になるとは誰も想像していませんでした。ラミーサファリによって
ラミーは10歳から15歳のターゲットグループを獲得します。これはデザイナーのボルフバング・ファビアン氏とベルント・シュピーゲル教授指揮下のマンハイム開発グループとの青少年心理学の分野における広範な研究の成果でした。人間工学に基づいたデザインと頑丈な作りのラミー・サファリは小学生のニーズに完璧に応えるだけではなく、多くの大人のファンも虜にしていきます。さて、それではデザインを詳しく見ていきましょう。両方ともマットな口プラ。サファリスケルトンの口プラはさらにザラついた表面をしています。金属ではなくプラスチックなので、口プラと呼びます。ペン先を出すとこんな感じ。真正面から見るとこんな感じ。グリップ部の三角形のフォルムが正面から見えています。グリップは両方ともプラスチック。ABS 樹脂よりも高い耐候性を誇る ASA 樹脂。三角形になっているだけではなくて、くびれた形状になっているので、指にフィットしやすくなっています。透明な軸の中からインクリフィルが見えていますね。アルスターのオールブラックも軸は半透明になっています。アルスターの上軸はアルミニウム。サファリーよりも太く作られていて、大人の手に馴染みやすく持ちやすいようにデザインされています。サファリー、アルスターともに採用されている大きなユニークなワイヤークリップ。挟み込む力もなかなかです。ラミーのロゴ。サファリは銀のプリント。アルスターは刻印になっています。特徴的なノックボタン。自動車のドライブシャフトなどのブーツのようですね。可動部分を保護するためのゴムパーツです。こちらにジャーマニーと記されています。よく見ると、サファリの方がノックボタンが長いと思っていたら、一番下の黒いパーツは樹脂で軸の一部でした。ノック感はこんな感じ。しっかりしたノック感ですね。ノックした時のブーツの動きが面白いです。サファリもアルスターも人気モデルだけあってフォルムがいいですよね。そしてサファリのローラーボールも見てみましょう。キャップトップはマイナスドライバーで外せそうなくぼみがあります。サファリの特徴的な大きなワイヤークリップはローラーボールでも健在です。躍動感のあるクリップですね。ラミーはセルフスプリングクリップと呼んでいます。キャップも軸もスケルトン。中のパーツが透けて見えています。インクリフィルは M63 の M サイズですね。せっかくなんでスケルトンモデルはさらに透明度の高いアクリル樹脂にしてほしかった。こちらにラミーのプリント。でっかくて目立ちますね。シルバーなので光の当たり具合で表情を変えます。お尻はこんな感じ。丸軸ではなくて両サイドがスパッと切られた形状になっています。キャップを外した時の転がり防止になっていますね。よく見るとジャーマニーと書いてあります。それではキャップを外してみましょう。口プラはマットブラック。そしてくびれた三角形のグリップ。ペンを握る指にしっかりとフィットする形状です。この人間工学に基づいた造形は本当にユニークですね。サファリはユニークな造形ですから、透明な軸が光を反射してとても綺麗です。
いい眺め。このマットブラックの口ブラはキャップを閉めると見えなくなります。ほら、金属パーツが口プラを覆うようになってるんですよ。ラミーサファリのスケルトンボールペンとローラーボール、そしてアルスターのオールブラック、世界的な人気モデルというだけあって一目でわかる特徴のあるデザインですね。サファリはカラーラインナップが豊富でポップなモデル、万年筆はコレクターも多いです。アルスターはサファリに大人エッセンスをちょいと加えたモデル。私はボールペンの蛇腹ノックボタンが結構好きです。それではスペックを確認しましょう。まずは重量から。サファリのボールペンの重さは 14.1g。うわ、軽い。軽いですね。では、アルミ軸のアルスターのボールペンはどうでしょう。 17.4g。 こちらも軽いですね。軽いな。サファリのローラーボールは 21.5g。 なるほど。キャップを外すと 12.4g。 軽いですね。個人的にはもう少し重厚感が欲しいところ。では長さを計測します。サファリボールペンの長さは 140.3mm、 標準的な長さです。アルスターボールペンはどうでしょうか。 140.5mm、 サファリとほぼ同じ長さ。サファリのローラーボールは 129.5mm、短い。キャップをポストすると 166.8mm、 ロングボディとなります。次に軸の太さを測ります。サファリボールペンのグリップ径は 9.8mm、 標準的な太さ。グリップの上部は 10mm、私にはちょっと細いです。軸の上部は 10.6mm でした。アルスターのグリップ部の太さは 10.1mm、 グリップの上部は 11.4mm、 そして軸の上部の太さは 11.6mm でした。サファリよりも少し太くなっています。では、サファリローラーボールの軸径は 9.3mm、 細いですね。グリップの上部の太さは 11.4mm、 軸の上部は 10.3mm、 寸胴かと思いきや若干後ろが細くなっているんですね。意外とスタイリッシュなフォルムじゃないですか。最後に重心の位置を確認しましょう。サファリボールペンの重心位置はペン先から 76.2mm、 アルスターの重心位置は同じく 76.2mm です。ペンの中央よりもほんの少し上ですね。バランスがいい重心位置だと思います。グリップするとこの辺りに重心がきます。アルスターはこの辺り。軸の太さもあって私の場合アルスターの方がグリップがしっくりきます。ではローラーボールの重心を確認します。まずはキャップを外した状態で、重心はペン先から 70.4mm、 これは低重心。グリップするとこの辺り、かなり下の方に重心があります。ではキャップをポストしてみましょう。
キャップをポストした状態での重心位置はペン先から 98.6mm。 これはびっくり、かなりの高重心、リアヘビーになりました。グリップするとこのあたり、手との接点あたりにペンの重心がきますね。ほら、この通り。あんまりいいバランスとは言えないんじゃないでしょうか。さすがに重心が高すぎる気がします。ラミーサファリはノック式ボールペン。蛇腹のノックボタンをノックしてペン先を繰り出します。重さのあるしっかりしたノック感、そしてノック音。アルスターのノック感、ノック音もサファリとほとんど同じです。サファリのローラーボールはキャップ式、キャップは環合式です。音は控えめで少し頼りない感じ。それではインクリフィルを見てみましょう。サファリの口プラを回転して取り外します。ザラついた質感なので指が滑りませんね。口プラの中に綺麗なレッドゴールドのスプリングが据え付けられています。外れません。ではリフィルを取り出します。そしてアルスターのリフィルも取り出しましょう。こちらは軸を回転させて取り外します。グリップはプラスチック、上軸はアルミニウム。金属軸とは思えない軽さです。リフィルを取り外します。改めまして、ボールペンのインクリフィルはこちら、ラミー M16M サイズ、ドイツ製。ラミーの独自規格のリフィルですので、原則他名のリフィルとの互換性はありません。ラミーの油性インクは不人気なんですけど、私はぬるっとした書き味が結構好きなんですよね。それではサファリローラーボールのインクリフィルを見てみましょう。軸を回転させて取り外します。リフィルを取り外します。なんか科学実験に使う試験管みたいですね。そしてリフィルはこちら、ラミー M63 の M サイズ、ティンテンローラー水性インク、メイドインジャーマニー、ドイツ製。あれ、お尻が潰れてるじゃないですか。こんなとこ潰れます？長さが微妙に長いんですかね。ねじ込んだ時に潰れちゃうんでしょうか。では元に戻します。前軸をねじ込んでいきます。そしてキャップを装着。サファリボールペンのリフィルも元に戻します。この口プラは全然指が滑りません。いいですね。アルスターのリフィルも戻しましょう。軸をねじ込んでいきます。回転は滑らか。こうやってずーっと見ていたらかっこよく見えてくるので不思議ですよね。不思議です。胸ポケットに入れるとこんな感じですね。うん、これはこれでありっちゃありですね。こういったカジュアル系のペンは持ち慣れてないんで、見慣れない感じがしてちょっとぎこちなさがあります。それでは筆記してみましょう。ノートはおなじみマルマンのビジネスノートニーモシネ。横型エゴサイズの5ミリ方眼形、仕事でも愛用しているノートです。
そしてボールペンはラミー、サファリ、スケルトンボールペン。このチャンネルでは少し珍しい価格帯のボールペンです。あまり馴染みのない軽さですね。重さは 14.1g。 グリップは細いですが指にしっくりきて書きやすいですね。ただちょっと滑るかな。世界中の筆記具ファンから愛される定番シリーズ、特に若年層から絶大な支持を集めています。3520円と安いのか高いのかよくわからない絶妙なライン。サファリはちょっとプラスチッキーな質感ですね。さすがに高級感はありません。違うカラーのモデルはもしかすると違った感じになるかもしれませんけど、まあ機能重視のデザインペンですからね。人間工学に基づいた筆記性能とユニークなデザインが特徴です。確かにこの三角グリップは指にフィットして握りやすいんですけど、私にはちょっと細いですね。 9.8mm という標準的な太さですから、多くの人には持ちやすいと感じる太さだと思いますが、私には細いです。細くて軽くて書き応えは若干物足りないかな。インクはラミーの油性インク M16M サイズ。ぬるっとした書き味。ラミーの油性インクはネットでは結構酷評されているんですよね。いや本当酷評ですよ。デザインは最高なのにインクがクソだというコメントがあったりします。なので市販のリフィルアダプターを使ってジェットストリーム芯に変える人もいるようです。私はこのインク好きですけどね。ではアルスターで筆記してみましょう。アルスターオールブラックボールペンです。アルスターのグリップ径は 10.1mm とサファリーよりもちょっと太い。私はこっちの握り心地の方がしっくりきます。そしてアルミ軸を採用しているので 17.4g とサファリーよりも少し重いです。重いといっても軽いですけどね。筆記具って不思議なもんで、太さが 0.3mm 違うだけで持ち心地が全然変わるんですよね。それだけ人間の指先の感覚ってのは鋭いんですね。さてラミーのインクですが、書き出しがかすれたとしても一旦インクが出始めると紙の上を油が滑るようなぬるっとした筆記フィールを楽しめます。そして筆圧の強弱によって文字に表情をつけることができます。そう、書き味が情緒的なんですよね。まあこういうのも好みなんで何が正解ってのはないんですけど、私はこういったねっとり系油性インクが好きです。うん、アルスターいいですね。個人の好みを言えばもっと重さが欲しいところですが、手にフィットしてめっちゃ書きやすいです。重心のバランスもいい感じ。では最後にラミーサファリのローラーボールで筆記します。ローラーボールの軸径は 9.3mm と細いです。ボールペンよりもくびれが深くてフィット感はさらに増しています。ボールペンよりも握り心地がいいと思いますね。おお、優しいタッチの水性インク。インクがジュルジュルです。すごいいいですね。ではキャップをポストして書いてみましょう。やっぱり長い 166.8mm のロングボディ、そして 98.6mm というかなりの高重心なんですが、書きにくさは感じません。これはこれでありですね。重さが 21.5g ともともと軽いんで、後ろが振られるような感じはほとんどないです。
ポストしない方が間違いなく書きやすいですが、こちらも悪くないですね。うん、全然悪くない。それではペン先のガタつきを確認してみましょう。ラミーサファリーボールペンからガタつきません。この角度もガタつきませんね。ガタつきはありません。お、この角度は少し音がしています。ガタつきはありません。アルスターはどうでしょう。ガタつきません。この角度もガタつきません。ガタつきはありませんね。この角度はちょっとガタついています。この角度はガタつきません。ではサファリローラーボールのガタつきを確認します。ガタつきません。この角度もガタつきはありません。ガタつきませんね。ガタつきはありませんでした。ローラーボールはペン先が全然動きません。かなり筆記性能は高いと思います。ボールペンはサファリーよりもアルスターの方が好みでした。あくまでも私の好みです。サファリーもアルスターもカラーバリエーションが豊富なんで、どれを選ぶか迷います。サファリはポップなカラーが多くラインナップされていて、アルスターは少し大人びた落ち着いたイメージの色が多いです。アルスターは重めで長時間筆記には向かないと書いてあるサイトもありましたが、全然軽いです。 25g ぐらいあったらまた印象も変わるんでしょうけどね。サファリもアルスターもバランスがいいボールペンだと思います。手との一体感を感じられますね。大型のワイヤークリップ、三角形のくびれたグリップ、蛇腹のノックボタン、サファリーもアルスターも唯一無二のラミーデザインです。重みのあるしっかりしたノック感もいいですね。サファリのローラーボールは水性インクですから、日本語の止め羽をゆっくり筆記するとにじみます。なのでささっと素早く筆記するといい感じに書くことができます。どちらかというと私は水性インクの書き味はそんなに好きじゃないんですけど、ラミーの水性インクはインクフローが良く、ジュルジュルっとした書き味、紙との当たりが柔らかくて気持ちがいいライティングフィールです。この筆記感は好きですね。これは期待以上でした。これだったらアルスターのローラーボールも購入しておけばよかったです。あとルックスも気になってきましたね。さて今回の動画はいかがだったでしょうか。今回はこのチャンネルでは珍しい比較的安価なモデルを紹介しました。仕事の小道具チャンネルはボールペンだけを紹介するチャンネルです。そして紹介するペンは原則皆様にお勧めしていません。ただ私の気持ちを上げてくれるボールペンを主観たっぷりに紹介しています。これからもいろんな高級ボールペンを紹介していきますので、高級ボールペンに興味のある方はぜひぜひチャンネル登録をお願いします。
気軽にコメントを残していただけると動画制作の励みになりますし嬉しいです。できるだけコメントには全て返信いたします。もしよかったら高評価もお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。